はい、どうもりゅうけんです。ルミネスタイアースでバブラッシュフダブラルです。お願いします。はい、ということで本日はなんですか、面白かった。いろはうたの振り返りです。振り返りです。はい、はい、ということで、いろはうたの振り返りですか、はい、10月31日の動画で初めて歌ってみた、うん、プラス自作 MV というのを公開したんですけど、こちらの動画ですね、はい、まだ見てない方いたらぜひこちらからご覧ください。はい、でそれの時の振り返りをね、うんうん、お話しようかなって感じです。はい、もうなんか急にね、唐突に、あ、そう、唐突にやったね、唐突に歌ってみた。ハロウィンでなんかやるやるってて、うんうん、で、出てきたのがあれという感じ で、ね、ま、歌ってみ ただけではなく、ミュージックビデオミュージックビデオもついてるっていう、なんかちょっとね、はい、面白い、すごいことだったと思うんですけど、すごい、すごい企画だったよね、ね、うん、本当に、はい、で、まあそこでちょっと振り返ってきたんですけども、はい、まずね、うん、イロハウタっていう曲を、まあ僕ら歌ったんですけど、うん、なぜあの曲だったのかっていうね、うん、お話がちょっとあります、ね、元々はボーカロイドの鏡凛の曲で、うん、結構前の2009年、7年、なんか結構前なんですよ。私の好きな声優さん、うん、推しの鳥海さんと、うん、諏訪部さんがユニットを組んで歌っているフェロメンっていうグループがあって、はい、フェロメンさんがそのイロハウタを歌った時があった、うん、でミュージックビデオも出されて、うん、っていうのがあって、それを知って行ってみたいと思ったんだよ、最初そこから、うん、じゃあやりましょうかってなって、うん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 、まあ、リュウケンも歌えるかなっていうのが、そうだね、なんかその夫婦でこの、まあ、デュエットでね、うん、歌うってことだったんで、うん、まあ、正直イロハウタ自体が俺はその時初めて聞いた。私もそのとフェロメンさんでもう一回その、あ、なんなく知ったけどこういう曲だったんだなってちゃんと聞いたんだよね、うん、そうそうそう、フェロメンさんが男性で歌ってた、歌ってて、でキンクそんな変えてないっていうのをね、うん、書いてあったから、あ、一緒かなと思ったんだけど、やっぱ若干原曲とはちょっと違って、まあね、原曲でも歌えるって聞いて、原曲で歌えて、まあね、私は若干あの微妙に出しづらい音域なんだよね。私そう、あのラインでやっぱちょっと大変だったなと思うけど、とりあえず上だと、ね、出せるんだけど、ね、なかなかちょっと苦戦しながらも挑戦した感じの、ね、なるべくそのフェロメンさんのミュージックビデオに近い雰囲気も持ちつつ、うん、ミックスもレチピさんにお願いして、うん、レチピさんにもこのフェロメンさんのミュージックビデオのこんなイメージで今回作りたいんですとお伝えして、うん、そしたらちゃんとあの振り方とかね、そうね、あの2人の左右から聞こえるとか、そこら辺も全部よくしてくださって、はい、ってな感じですね。でなんかね、あの、うん、今回そのフェロメンさんをねイメージしてって感じだったんですけど、はい、こういう小道具が多分ちょこちょこね、そのミュージックビデオ内でもあったと思うんですけど、はい、こういうね帽子とかね、うん、ちょっと実はこれちゃんとネタというか、それはね、あの鳥海さんが帽子をかぶる方なので、ちょっと近いものを取り入れようと思ってね、うん、帽子取り入れました。だからちょっと鳥海さんが被ってそうな、そうな帽子帽子っていう感じでね、そうそう、選んだりとか、とかあとは、サムネに、サムネの時につけてたんだけど、イロハウタのジャケットか、うん、で諏訪部さんがつけている十字架があったんですよ、はいはい、頑張って作ってサムネ撮ろうとしたんですけど、ね、サムネで全然映ってないっていうまさかの、ね、ってこれはまあまあそんなこともなかなかなかったね、こんなでっかいクロスの、ね、手作りですよね、100均のなんか樹脂粘土か、100均の樹脂粘土でね、全然固まらなくてびっくりしましたね、そうそう、はい、あ、それもこれもそうだ、ミュージックビデオ内でね使ってたこのセンス、はい、これも鳥海さんが青で諏訪部さんが赤だったので近いものを、そうだから、あのいつもねイメージカラー的に俺が赤で、そうそうそう、ルミがねオレンジなんだけど、そうそうそう、俺がね青を持ってるのかね、珍しいよね、そう、違和感あるかもしれませんけど、実はね、そういうネタがあって、だからフェロメンさんがその諏訪部さんパート鳥海さんパートで分かれてたんで、今回それもおのおのね、鳥海さんパートをお願いして、諏訪部さんパートっていう感じでやり方にしました、ね、やりました。で他にも小道具、うん、まあ、細かいもの色、まあ、かぼちゃ、ハロウィンなのでかぼちゃを用意して、そうそうそう、そう、なんか和物とゴシックと洋風のものと全部組み合わせて、うん、かつ家で撮れるようにしたかったっていうのを頑張ったので、そう、ね、家でなんとかならんかと、でここをねめっちゃあの貼ったりとかしてね、ここなんか頑張ってやりたいことやったもののみたいな、あんな感じになりまして、ね、ミュージックビデオ最中の一番のサビか、そう、ね、これがね出てくるんですよ、フェロメンさんのミュージックビデオでこのイロハニホヘトのこの文字が出てくるシーンがあるんです、うん、それを再現したくって見よう見まねで描きました。そう、これね、ルーミング描いたんですよ実際に描いてる人の画像を見ながらこういう感じかなって頑張って描いたなんか模写みたいな感じ、ね、模写みたいな感じ、そうそう、なんか全然何も習ったことないけどなんか頑張ったやつ、一番のあの色は日本へとリネルを出てくるやつね、木にこう出てくる字です、縦出てくる、そう、あれあれは全部ルーミングさんのこの実際に描いたやつを、はい、画像で取り込んで、はい、で、あのちょっと飾り付けして、そうそうそう、お願いしました、で、あんな感じにしました、はい、
で、そうだ、今後になるんですけど、いろは歌の自作 MV のメイキング、メイキング動画っていうのを、はい、撮りましたので、後日ね、多分出ると思います。はい、あ楽しみですね。ちょっと実際今編集中なんですけど、メイキング楽しみ。ちょっとね、長めの動画にはなると思うんですけど、うん、どうやって ね、あの MV が完成するかっていうところが全部入れますね。ここを作るところから、そう、なんだろう、歌の収録から、歌の収録から、そう、スタジオ作りから、もうメイクから実際の撮影と、そうね、いろいろちょっと、まあ、見れるようになってますので、はい、まあ、そちらの動画ね、今後もご期待ください。はい、撮影で一番大変なのって何でした？撮影で大変だったのは、俺は一番の、うん、一番のっていうか、あれで一番最初にね、サビを歌うパートだったんですけど、そのサビパートが一番大変だった。あ、多分一番俺がなんだろう、リテイク出した。あ、最初だしね、最初の最初の撮影だったからね。そう、なんか口パクしながら、あ、そうそう、でしかも瞬きすんなって言われて、あ、そうそうそう、瞬きしないでずっともう目乾きそうになりながらね、瞬きしないシーンがあったね、本場の MV ね。そうそうそう、だから何とか再現したいなと思って瞬きしないでって、瞬きしないことそんな大変って思ったの。大変だった。だからなんかそういう大変さはありました。でもそっからは結構トントンと、うん、あ、そうだね、調子が慣れてきて乗ってきてね、動きがなったり、ね、うんうん、変わってったりしましたね。うんうんうん、るみさんは？私は特に何も感じず、うん、大変なのはないか。大変なのなかった。どっちかというと、まあ、私が考えてるからね。そう、あ、そう、ルーミンが今回ね、全部脚本というか、そうそうそう、考えてるから、うん、だから楽なんじゃない。そう、とにかく次やろうみたいな。あと衣装は手持ちプラスちょっと買い足しとかしました。これ衣装ですよ、今ね、まさに僕ら着てるんですけど、うんうん、ベストはこれね、僕が昔買った私物なんですけど、はい、この中のこの赤いシャツ と今ね履いてるこれね、これ袴パンツっていう無印の袴パンツです、まあ、やつなんですけど、両方ともルビノなんですよ。言っちゃえばなんか俺これ女装みたいな感じなんです。女装じゃない。でも全然和っぽくなりつつ、なんか特に違和感ない、うん、本当にね、よく入ったなと思うけど本当に入っちゃうんですよ。いや本当に。で、ルビノ、私もこれワンピース私物で買い足したのはこの黒い羽織と中のオレンジのシャツかな、うん、ベルトとかスカーフはもともと持ったんで、うん、そのままですね。ちょっと、ね、和っぽくしたかったから、うん、やっぱ羽織探しに行きましたね。そうね、和っぽさとその洋風というゴシックっぽさをどこまで自力でできるかって、ね、安く家で、いや、なるべく安く済ませながら、もうどうしようどうしようみたいな、ね、フレームの絵もね、ああ、フレームの絵は私が描きました、うんうん、そうそう、それぞれそれも、あ、そうだわ、椿とバラと犬猫、鳥海さん、澤部さんになっているので、まあ、気になる方はちょっと見てみてください。そうですどれがどれっていう、全部あれちゃんと手書きだから、ね、手書きです、あれ。撮影のね、裏話的な感じで言うと、まあメイキングでね、ちょっと出ると思うんですけど、うん、一番最初の冒頭のね、月のシーン、あったじゃないですか。月のライトね。そう、月があって、はい、襖があって、で、まあ、いろは歌って感じになる、冒頭のシーンがあるんですけど、はい、あそこは月のね、ライトっていうのがうちあるんで、うんうん、それを吊り下げて、そうそうそう、家のライトで、そう、つくまの前に、こっちでカメラマンに立ってもらって、表情撮って、で、反対側にして、2人で持って、撮ってもらうっていうことをやりました。で、どうしてもここだとね、うまく入んなかったんだよ。入んなかったんだよ。いろいろ入んなかったの。月のライトの高さとも入んなくって、うんってなった結果、それになった。それになったっていう。あれが一番大変だったかもしれない。あれが一番大変だったんだ、確かに。うわーっ、うん、よう撮れましたよ、ね。まあ、楽しかったけどね。楽かったね、あれ。最初だもんね。キャンドルとかね。あ、そう、キャンドルもやった。火が揺れるの。そう、ずっと。消えるやつ、ふーってやつ、あれは楽しかった。あれも私物ですね、はい、大体私物で補いつつ、うん、そうそう、いや、結構ね、本当に、うん、長い期間の準備からね、大変だったね。そう、1ヶ月でやるものじゃなかった。そう大変だった、まあ、編集とかもね、ガッて忙しい、2、3週間にもギュッと詰まったから大変でしたね、うん、それ風邪も引くわけですよ。そうです、多分ね、僕らの風邪は間違いなくイロハウタMV 作りちょっと頑張りすぎて全力がすぎて、お互いでパタッて倒れる、倒れたっていう感じだと思う。いい経験だったんじゃないでしょうか、うん、本当にとてもね、楽しかったですからね。いい経験できました。初めてでしょ、ああいう撮影。初めて、私も初めてですけど。あんな撮影初めてです。ようできましたね、なんか。ね、なんやかんやね。ぽくできた。ぽくできましたね。それっぽく感じ。そうそう。だからフェロメンさんの MV も、もし気になる方はぜひ見比べて、うん、見ていただいて。そうだね。めっちゃいいからね。ちょっと編集の部分も、フェロメンさんの
MV の感じを、感じをちょっとね、あのこうね真似てる部分っていうか、そう、真似てる部分もあるし、全然あのオリジナルところもありますし、ありますけど、ちょっと真似てるところあるので、このカッティングというか、この流れは多分そう、フェロメンさんだろうなリスペクトだなみたいな、っていうの分かるし、フェロメンさんに憧れてって感じだから。まあでもこれ言ってしまえばあれですよ、ルーミンの壮大な推し活ですよね、まあ確かに推しになりたいみたいなところあるよね。でしょ、なんかでもちゃんとパート渡しましたからね、トリームさんパート。そうなのよ、ここ ね、俺ずっと思ったの、トリームさんのパートじゃなくていいんですか。歌詞的に多分トリームさんパートはリュウキング歌った方がいいと思ったんですよ。そう、あの犬のくだりだよ ね、 とかね、一番バラとかね、そう、そこら辺で、あーと思って君だなと思った、うん、確かになんかね、犬って猫な感じだから、そうそう、とこだね、そう、そこら辺の歌い分けはね、だから今回サブさん勝手出ましたよ、勝手出ました、え、でも楽しかったですね、歌ってみた初挑戦、面白かった、ね、楽しかったです。今後もなんか私は歌ってみたとかね、引き続きやりたいなと思うんですよ。おー、毎回自作 MV がつくわけではないかもしれないけど、毎回自作 MV はいろいろと死んじゃう、いろいろとやばいんで、やばいので倒れちゃうから、まあだからあっさりめの時もあるかもしれませんけど、まあなんぞなんか中時はね、イベントごととかなんか節目の時はさ、わーってやってもいいと思うんだよね。ね、俺もそう思います、はい、楽しいので、ね、楽しいですから、はい、でした。今後も歌ってみたら出るかもしれないということで、はい、なのでそんなにいないと思うんですけど、ファンの方いたらお待ちくださいって、お待ちください、まあ、今回いろは歌 MV、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。一緒に見てくれた皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。何回も見てね、何回も見てねということで、最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。はい、また2023年中にチャンネル登録者1000人目指してます。応援よろしくお願いします。動画毎日の8時に更新してますので見てね。また不定期で生配信もやってますので遊びに来てね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。リュウケンとルミニさん、お疲れ様でーす。もう寒いね、寒い、これ寒い、これ今日寒いね、寒い